ここからは天気による交通機関への影響予測をお伝えします。まずは新幹線からご確認ください。各エリアまるで気象による影響はない予想です。続いて在来線です。こちらもほとんどのエリアで気象による影響はない予想です。東北エリアは風が強まる予想のため、沿岸部など一部で遅延の可能性があります。お出かけの前に最新情報をご確認ください。続いて高速道路の影響予測もご確認いただきたいと思います。一部で影響ありの三角の表示となっていますね。北海道では朝晩の冷え込みによる路面の凍結や山沿いでは雪の可能性があります。峠道などを通る際は最新情報をご確認ください。また冬の初めで雪道の運転に慣れていない時期ですので、運転には十分注意するようにしてください。以上、天気による交通への影響予測をお伝えしました。